11月18日午前の取引が終了しました。日経平均株価は反落です。今日の全引けは昨日と比べて197円44銭安の 25,817 円18銭となりました。トピックス東証株価指数も 9.16 ポイント安、 JPX 日経400も 83.81 ポイント安と、それぞれ軟調です。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 35%、 765銘柄、これに対して値下がりが約 59%、 1291銘柄となりました。変わらずが 5% 今日ありました。トピックス規模別株価指数もいずれも下落、大型中型小型揃って小幅に下げたという今日の電話です。最近全体の上昇を牽引しておりました大型株が相対的にやや大きめの下落率、ただそれほど大きな開きはありませんが、このところ大型株主導あるいは指数主導、日経平均の先物などに買いが入って全体が押し上げられてきたという構図でありましたが、今日はその逆の目が出ているという印象です。商いは最近としてはやや減ってきた水準です。全引け段階の売買高5億3100万株余り、売買代金が1兆とびとび72億円、1兆円をやっと超えたというところで全引けとなりました。単純に計算しますと1日としては2兆円レベルということですから、最近は2兆円台半ば、あるいは3兆円に届く日もあったという水準から見ますと少ないということになろうかと思います。今日は朝方から全体的に売り注文が先行しました。昨日の日経平均株価が2万6000台節目の水準を回復しました。29年半ぶりの水準まで戻してきたといったことで短期的な達成感も出ていると、利益確定売りが出やすいという環境にあります。さらに昨日のニューヨーク市場におきまして、新型コロナの感染拡大による経済への影響などが懸念され、ニューヨークダウなどが下落したと、反落したといった動きも東京市場でも売り材料になりました。このところ全体的に上昇しておりました景気敏感株など大型株中心に下げる銘柄が増えたというのが今日の全引けの動きです。もっとも日経平均株価午前10時前に295円安300円近い下げ幅となる場面もありましたが、全引けはそこから100円近く押し戻して下げ幅を縮めているという状況も見られています。そういった中で個別銘柄としましては、為替がやや円高ドル安の流れとなっております。104円台前半、104円10銭前後までややじわり円高ドル安が進んでいるといった動きを反映いたしまして、輸出関連株が全体的に軟調でした。代表格自動車最大手のトヨタ自動車7203などは軟調な展開、他もホンダや日産など自動車株は全体的に売りが優勢でした。逆に個別に上昇した銘柄といたしまして、ヤーマン6630、こちらはまとまった買い注文を集めて急騰、9月14日につけました年初来高値を約2ヶ月ぶりに更新しています。美顔器など家庭用の美容健康機器の製造販売を行っておりますが、昨日の取引終了後に今4月期の第2四半期決算と通期の予想を大幅に上方修正したことが素直に好感されました。以上、今日全引けの模様、東証アローズからお伝えしました。